はい、というわけで、きよみさんボリューム3というわけで、またよろしくお願いします。ありがとうございます。で、今回はあの女子刑務所の中の話のことなんか、女子刑務所を経験されたのは、まあ、基本的に太子さんと、きよみさん、で、山さんは女子刑務所はないですよね。ないよ。はい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 、少年院ですよね。で、女子刑務所って基本的に規則みたいな、なんかざっくりしたルールみたいなのあるんですか？その女子刑務所によってこう違ったりもするんですか？一緒だよね。うん、変わったことはないんだよね、多分。基本的なルールだから、どこも一緒じゃない？うん、一緒だと思う。少年院みたいなもんですか？とは違うね。私、逆に少年院入ってないから分かんない。あ、そうか、君は入ってない。入ってないから分かんない。私は入ってない。太子さんは、まあ、少年も大人もコンプリートしてる感じで、うんうん。私が一番最初だった。はいはいはい。少年。少年に入って。それで、みんな仲間の中で一番最初だった。はいはいはい、で帰ってきて、私が帰ってきて、はい、ちょっとしたらみーちゃんが入った。印象に残った女子刑務所の中の話ありますか？笑い話でもいいですし、なんか事件とかでもいいですし。まずじゃあ、てこさんはどこの刑務所に？私は笠松、笠松、栃木。笠松語呂が良くていいですね、うん、笠松、笠松、栃木。今度聞いてみて、今度こっちで。じゃあ、きよみさん、お願いします。福島、笠松、札幌、豊橋。あ、5個の。そう。あ、そこってなんか札幌、札幌っていうのはその、じゃあ薬物関係だったりとか、その犯罪の種類に変わるんですか？なんかね、あれなんだって、身分証があって、私その時ね、札幌に勤めて、出てから5ヶ月で捕まったの。はいはいはい。だから、あんまり、こっちから札幌って、まあ、横浜からだったらほら、飛行機があるから、はい、結構送られるんだけど、パターン的に、はい、ね。ね。でも、私はその、札幌から出てるけど、まだ5ヶ月だから、うん、だからもう、札幌行きが決まってるようなもんね、なんか。え、そうなんですか？あ、そうだね。直近だと、直近だと、身分証があるって言って。身分証って何ですか？だから私の、なんだろう、前景のやつ。そう、前景。前景の、はい、書類がまだ。ああ、じゃあ札幌に入ってて、で、出て、まだ5ヶ月ぐらいしか経ってないと、また札幌に行きやすいんですか？その可能性高いと思う。あ、そうなんですか？だから札幌じゃなくてもね、例えば、笠松でもどこでも、うん、出てすぐに、犯罪を犯すと、そこに戻る系。あ、そこに戻ることが多いと思う。ああ、そうなんですか。うん、へえ、その傾向があるってことは知らなかったです。女子はさ、ね、うん、割とさ、栃木でしょ？栃木刑務所に行った人って、栃木に行きやすいんですよ。あの、例えば一回栃木行った子っていうのは、割と栃木、栃木、栃木って言うんですよ。へえ。何か面白いって。あ、でも、太子さんもそうですよね。私、笠松、笠松で2年、日課レンジャーで行ってた。どこが一番良かったのよ。札幌、札幌っていうね、私は札幌に行ったことあるからね。そういうのをちょっと聞きたいなと思うんですけど、何がいい悪いっていうか、何がいいんですか？あの札幌、例えばあのほら冬になって、はい、寒くなって、自然な川だったら、はい、死んじゃうんですよ、例えば。まあ、そう、寒いですよね。だから、ね、うんうんうん、だからまあ、冬は暖かいよね。うん、あ、そうか、あ、もう全然じゃ寒くない。そんで夏はって言ったら、まあ、今の時だともう札幌は暑いけど、うんうん、けど関東ほどではない。じゃあそういう環境的にその暑い寒いの中で良かったっていう感じで。そうそう、環境大事だよ本当に。笠松とか違うじゃない。そうだね。笠松そんな感じだったんですか？もうめちゃくちゃ暑いじゃん。暑い。やばいよね。笠松ってその前どこですか？岐阜県。岐阜県。うん、でも、うん、クーラーが切らすんだよね。熱中症とかで死んじゃうばあちゃんだよね。ああ。それが問題になってて。うんうんうん。うん、ね、そう。なんかじゃあ太子さん的には女子刑務所の中で印象に残った話。うん、私が印象に残った話ね。はい、あのね。うん、初犯の時が21でね、はい、あの岐阜、あ、笠松刑務所ね、はい、その時さ、あの、なんだっけ、行進の音楽が、はい、なんだっけ、アジア？あ、パフューム。パフューム。アジア。アジア。アジア。そう。チーノのパーカー。そうか。あれがもう流れるともうあーってなるね。あ、懐かしいなって思う。そう、それを使われてるんですね。更新の音楽、更新の音楽で、うん、確かに音楽って印象的ですよね。そう、うん、少年の時はダジマンブラザーズ。どんな歌？そう、それが少年の時の歌だった。あ、それが一番大事。そう、あとね、私ね、うん、私はね、その初犯の時にね、カラオケ大会出た。21歳の初犯の時。あ、はいはい。あ、カラオケ大会が、なんか、あの、確か前に一個聞いた女子刑務所の話だとすると、うん、なんか、下半身を見せ合ったっていう。そんなことしないわ、私してないで。あ、そうなんすか。そんなことはない。自分が悪いよ、なんかね、そんなこと部屋でやってんの？なんか、完璧刑務所か忘れたんですけど、それを見せ合ってるみたいな感じで。それさ、部屋の人間が悪いよね。
あ、そっか、そういう、そう、なんか、だって嫌な人もいるわけじゃん。もちろんもちろん。だって普通の人とかもいるんだよね。うん、だからあんまりいい部屋じゃないなと思う。こうなって着替えるところ、はい、こうやってカーテン、あー、はいはいはい、シャーってやって、うんうんうん、はい、そうで中でさ、ちょめちょめしてるやつがいるから、ちょめちょめする、うん、そうそう、そうですよね。まあそういうのあるあるからね。あ、隠れられる唯一のところですよね。そうそうそう、そういろいろいろんなことするからさ、それでもうダメなんだよね、なくなっちゃったんだよね。だから、あの着替えるときはもうみんな一気に着替える。あ、男の先生が来ることなんて、職員が来ることなんてめったないから、喧嘩の時に放置機なんかに鳴らされてバーって来る中に男の、あ、こんな男の職員いたのっていう、まんまイケメンだったそうだよね。そう、男子の、うんうん、ダンクの方に女性の貯金が来ない、うんうん、いないように、うんうん、そうそう、女もとにかくばあちゃんも高いね。あれ、もともと男子ゲームだったから、女子なのに、うん、男とね、ゲームかもバリバリいるんだよね。で、だから、でもちょっとおかしいっすね、なんか。そう。で、男のゲームかは、まあ、何時から何時にもあるから、うん、その時間には着替えをしないとか、そういう告知もされるのね。うん、だその時間も悪いことじゃないみたいな。あー、そうか、そうか、そうか。二つだけの巡回なんだよ。とりあえず、人がいないから、うん、男も荒らしとくみたいな。傘橋が引っ張ってきてるからさ、うんうん。あ、じゃあさっき聞いてた、清美さんはなんか、うん、女子ゲームショーの楽しみ方。うん。みたいな楽しみ方って言ったらおかしいですけど、刑務所の楽しみ方だから、うん、私は刑務所に何回も入ってるでしょ、はい、まあまあ、うん、要は、うん、その些細なことがすごく楽しみなんですよね、刑務所楽しみなのね、うん、でそれはまあ厳しい中にいるから楽しみがあるんだけども、うん、でもだからお菓子を食べたいと思って、うん、心配の人とかすごい楽しみにするわけですよね、うんうん、そんだけ楽しみにできることがシャバであるかって言ったらあんまないんですよ、うん、ああすごいですね、本当にない。例えば先ほど言われたのは、うん、シャバだとしたら仕事をしている中で、そうそうそう、それで帰ってきて、うん、じゃあ唯一テレビ見たりするみたいな感じの、そうそう、明日からゆっくり入れるとかも、はいはい、わかります、休みの前の日、それだけで嬉しいじゃないですか、うん、それだけ得した気分になりません、うん、なりますね、なります、ね、だから刑務所は決して、うん、あの損してるところなんだけど、うんうんうん、なんか得した気分になっちゃうんですよ、わかんない、慣れちゃってるから、なんか言うたらちょっと高低差が大きいというか、うん、なんか結構もうだって限られた限定でもうやっちゃいけないっていうような規則がある中で、この解放される唯一、うん、日が、うん、時間があるから、うん、なんか楽しみ的な感じになる。でもやっぱりルールがある程度あった方がいいでしょ、うん、ああ、それは自分もすごく思います。なんか何でも自由だとすると、なんか何でもできちゃうっていうと、なんかもう、うん、もうそれが普通になってっちゃうというか。うん、あんなところに入る必要はないんですけどね。うん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 、入った時に、そこではこんな楽しみないよなみたいな、うんうんうん、そういう究極の楽しみがあるなと思ってるんですよ。下手したらメニューもメニュー。なんかメニュー書いちゃって、雑記帳に。何のメニューですか？ザッキー、そうそう、ああ、とかそれ見るだけですごい、ああこの日はこれが出るんだなっていうのか、すごい、そうそう、メニュー見るのも楽しみよね、うん、メニューなんか来たら、そうか、その制限された中でこれが出るってなった時になんだっていうところの喜び、だから仕事も頑張れるって思うよね、そう、あのジャム、パンの日もパンもそうだね、ジャム、マーガリンが必ずついてるそうなんだけどあともう一個ジャムが来るのね、そのジャムが何のジャムか分かんないから、工場に入ってくるだけでジャムない、ジャム1個のことは自由で使うね、自分だけで持ってる情報を皆さんに言った気持ちをさ知りたいんだよ、ジャム持ってない、確かに確かに、確かに、逆に見るとすっごい、くだらないことよ、くだらない、くだらないですけど、その時の中ではやっぱりそういう気持ちになるんだろうなっていうのは分かります、確かに確かに、究極本当に、だって究極の制限されてるところですからね、でも女子寮って感じだよね、刑務所、女子刑務所ってそんなにあれだね、うん、女子寮って感じ、女子寮って感じ、女子寮って感じ、ね、え、じゃあすごい、嫌な感覚はない、だって、うん、男の刑務所って多分嫌なとか言ったり悪い人が多かったりするじゃん、うん、今なんかさ、女子刑務所なんか言ったら万引きのおばさんから勝負、東京の罪の人が多かったりして本物があるみたいにないもんね、うまにいない、女子はへぇー、多い感覚は万引きの人とシャブの、まあね、シャブでも普通の主婦がやっちゃってるとか、うん、あ、はいはいはい、あとは万引きがやった方が多いかな、うん、シャブの万引き、あ、万引きがじゃあ、で万引きって1回じゃそんなに入んないだけで、よく調子をね、なんか、なんか、コレクト、そういう方がじゃあ、ケムさんの周りで結構いたから、だからそんななんかすごい互角っていう感じの人がいるっていうわけじゃなかった、ゲームだなと思うけどね、ゲームちょっと言うけど、別にそんな大して悪い人とか少しだろ、ほんの一人ですよね、女子は、はあ、それ悪いみたいな、あとは多分、やりまの昆虫とかさ、みんななんかだからみんな一緒な、うん、一緒かな、見る人一緒だよね、一緒だよ、うん、だって着てるものも全部一緒だし、うん、今どういうちょっとだから、え、違うの、そうなの、違うの、言うたらもうあれですよね、清美さんも最新の情報を、あ、そうだね、直近でもね、直近でも、そうですよね、最新というわけで、じゃあ清美さん、ボリューム3またあの話が弾みまくっちゃって、そう、ね、いや、なんか一つ最後に感想いいですか、はい、本当に変わってるなっていう感じが、はい、
それがすごい、ね、一言でまとめるぞっていう感じそうでしたね。すごい。はい、というわけで、じゃあごめんなさいね、ギョミさんということで、はい、ありがとうございます。ありがとうございます。